今日のパチシューのゲーム屋さんは、パチシューが結婚相手を選ぶことに。一体誰を選ぶんだろう。今回はどんなお見合いになりますかね。皆さんどうもパチシューです。ちゃ。皆さんどうもシエルです。ちゃ。おシエルお客さんだよ。君の家だよ。シエルの家。シエルんちだよ。はい。おめでとうございます。誰この人知ってる？知らないよ。ご存じないでございます。変だよ喋り方が。なんとですね、今回隣にいるパチシューさん、お見合いパーティーに招待することが決まりました。おめでとうございます。おめでとう。何それ、パーティーだっていいな。いや、お見合いパーティーっていいよ。お見合いでしょ。女の子とお話しして結婚相手決めるやつでしょ。別に行きたくないもん。あなた誰？私お見合いマンです。お見合いマン？運命の人同士をくっつけるお仕事してます。素晴らしいお仕事ですね。パチシューさん来てくれますよね。おー、行ってらっしゃい。いや、行かないよ。ご飯美味しいかもしんないよ。いや、まあそうだけど、お見合い行った方がいいよって思う人はチャンネル登録と高評価してね。行った方がいいよね。そうですね、行った方がいいですよ。可愛い子も来るかもしれませんし。いや、でもなー、まあじゃあ一応行ってくるか。うんうん、いいな、いいな、可愛い子、いいな、いいな。よかったら見学しに来てもらって大丈夫ですよ。いいの？野獣馬しに行っていいの？次回の招待はシエルさんなんで。おいでシエルン。次回シエルンだって。そうなんだ。いや、嬉しいんだ。それは行ってみたいもん、お見合いパーティー。うわー、すごいねシエルン。パーティー会場来たけどすごいね。お肉だ、お肉。うわ、お肉とかいっぱいある。ステーキ、どうぞシエルさん、食べてて大丈夫なんだよ。そっか、私主役じゃないしね。いただきまーす。は、なんて美味。なんか先に楽しんでんのちょっと腑に落ちないんだけど、まあいいや、もういてくるよ。では女性3人あちらの扉で待っていますんで、一緒に来てください。あ、わかりました。ではこちら開けますね。どうぞー。帰るわシエルン。ね、帰る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 。なんで？ちょ、待って待って待って、なんでより。あらららら。いや、いつもの3人じゃんこれ。帰るね。お見合いは今更する必要ないでしょシエルン。これダメだっちゃ。ね、なんで？ダメです。帰れると思ってるんですか？怖いよ、脅迫だよ。脅迫とかじゃないよ、自分で選んでここに来たんだよ。いや、選んではないよ。無理やり半分連れてこられたし、3人とお見合いするなんて知らなかったし。もう帰り道はない。どういうこと？帰り道がないってどういうこと？あれ、登ってきた階段は？あれ、登ってきた階段がなくなってる。あれ、そんなことある？これしょうがない。これはもうパチくん、いただきまーす。もうねえ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 、もう食べれればいいと思ってるでしょ。俺のお見合いなんてどうでもいいと思ってるでしょ。ね、シエル。どうでもいい。あ、そうだよね。そうですよね。もういいよ、もう。では最初はゆきんこさんとお見合いしてもらいましょう。じゃあ別のところに会場を移します。よろしくお願いしますパチシューさん。お願いします。てか、まあ、今更何も話すことないでしょ別に。ご趣味は？趣味はゲーム、ゲームやったりするかな。好きな食べ物は？好きな食べ物カレーライス。全部今更だね。全部知ってるはずだけど。なるほど、私はカレーはあまり、そうだよね。暑いの苦手でしょ。雪女なんだもんねゆきんこちゃん。今更だな。すごい、これはもう私たち息が合いますきっと。いや、知ってるだけだから。じゃあ仲をもっと深めるためにデート行きましょう。お散歩。あ、お散歩ね。まあよくあるやつね。なんかお庭をお散歩するみたいなやつだよね。行きましょうお散歩。どこに行くの散歩？おすすめスポットがあるので行きましょう。あ、じゃあ行ってみよう。いやゆきんこちゃん、どこおすすめスポットってめちゃくちゃ寒いんだけど。ここです、ここ。ここってどこ？細くなってるんでここ。吊り橋効果狙ってるでしょ。きゃー危ないみたいにやろうとしてない？いや、じゃあ早く行くね。よし。大丈夫でしょ絶対。ねえ。わざと落ちてるってゆきんこちゃん。ねえ、わざとでしょって。もういいよいいよ。はい。ありがとうございます。危なかったです。いやもう絶対嘘でしょ、絶対わざとでしょゆきんこちゃん。ドキドキしますね。いやしないよ、もう早く帰ろうよ。パチシューさん、私運命の赤い糸が見えました。あ、俺には見えてないよ。俺には見えてない。あ、これが運命の人。いや俺には運命の出会い。いや俺には見えてないって。素晴らしいです。俺には見えてないのよゆきんこちゃん。どうでしたかお見合いは。いやどうでしたかっていうか知り合いだからな、もともどうもこうもないけど。いやそれは良かったです、楽しんでもらえて。言ってないけど。じゃあ次の女の子が待ってるんでね、どうぞ先ほどの会場に入るよ。まあ、次はライコちゃんか。ダーリン趣味は何だっちゃ。だから今更だね、さっきも聞かれたの。今更なのよ。ゲーム。うん、仕事は何してるっちゃ。ゲームは仕事は YouTuber。 今更だな。 YouTuber。 うわすごいっちゃ。本物の YouTuber 初めて見たっちゃ。ずっと見てるよ、毎日見てるよライコちゃん。じゃあそろそろ散歩でも行くっちゃ。また散歩。ちょっとうち行きたいとこあるっちゃ。どこ行きたいところ。ついてきてほしいっちゃ。なんか嫌な予感するんだけど。どこ行くのライコちゃん。じゃあ行くっちゃパチシュー。そのダーリンじゃないのはちょっと気になるけど。え、どこ行くの。うわなんだここ、何これ。早速マグマだっちゃ。そうだけど、どこ行くのパチシュー。こっからは危険だっちゃ。これとこれ持つっちゃ。どういうこと、危険って。行くっちゃ。めちゃくちゃモンスターいるけど、もしかしてあれ倒さなきゃいけないってこと。行くっちゃ。ねえ聞いてる人の話。おお襲ってきてるって。援護するっちゃ。よいしょ、よし倒した。これまだいっぱい出てくるってこと。これ行くっちゃ。先は長いっちゃ。めちゃくちゃいっぱいいるけどこれ。よしあ、よし倒したよライコちゃん。すごいっちゃパチシュー、かっこいいっちゃ。うわてかなんでこんなところ連れてきたの。全然デートでもなんでもないけど。先を急ぐっちゃ。どこに。パパ、お父さん。おーライコよく帰ってきたな、久しぶりだっちゃ。どういうこと。パパに会いに来たっちゃ。あ、お父さんお久しぶりです。ここまで来れたってことはあのモンスターたちを全員倒したってことだな。そうだっちゃ。ライコの旦那にふさわしい男ってことだ。よし結婚を認める。認めてくれるっちゃパパ。いやなんか今更の話がどんどん進んでるけど。いやしないよ結婚ダーリン。いやしないって。うわダーリンとうちの間に運命の赤い糸が見えたっちゃ。いや見えないよ。いや帰るからねもうライコちゃん。これが運命だっちゃ。いや怖いってもう帰るよ。嬉しいっちゃダーリン。あー疲れたよ、もうおしまいでいいですか。ダメです、あと1人残ってるんでね、お見合いしてきてください。いやもうあと1人ってどうせスマコちゃんでしょ。これよかったらお土産です。何それ。カップケーキ。ありがとう。お土産ね。今までの子はくれなかったからちょっと気が利いてるかもしれないね。このカップケーキ最近できためちゃくちゃ有名なめちゃくちゃ並ぶところのカップケーキだから映えだよ。めっちゃ可愛いの。写真撮った方がいいよ。まあ写真は俺いいかな。いただきます。おいしい確かに。ね、おいしいでしょ。ちょっと待っていなよ。写真撮るのまた。食べた方がいいと思うよ、こういう時は先にさ。はい。いや、写真一緒に撮らないって。一緒にいいよ、撮らないよ。はい、チーズ。完璧だ。思い出だよ。まあそうだけど。で、これからどうすんの。これ。じゃあちょっと、お散歩しよう、お散歩。また。まあいいけど。じゃあ行こうよ。どこ行くねー。いやどこ行くねーって。外行くんでしょ、散歩行くんだから。外に行くというよりは中に入る。どういうこと。中に入るって。どこの中に入ろうとしてんの。はいチーズ。うわどこここ。スマコちゃん助けて。私力がない。いやそんなこと言ったって。分かった、じゃあここにワープさせるね。最初からやってくれる。よいしょ。はい。自力で登ったわ今。ここどこ？スマホちゃん。私スマホの中に入れるの。え、ここスマホの中ってこと？いや怖すぎるでしょ。帰ろう。もう返してよ。これかっこよくない？いやかっこいいけど。何それ金の？見て見て。これ金の剣。え、これも聞いてみたらい？うわー、なんか何これ？ダイヤの防具？帰ろうよ。なんでわざわざこんな防具渡したの？ボス倒さないと戻れない仕様だから。とんでもない仕様だねそれ。ってことでボス探しに行くよ。もういいって。いやスマコちゃんまだボスどこにいんのよ。あっち。あっちって何？この上ってこと？この上登んなきゃいけないね。嘘でしょ、本当に言ってんの？とんでもないお見合いじゃないじゃない。もうこれ冒険じゃんただの。こっちこっち。どこ？左だ左だ。あれあいつ倒せばいいのか。あれをよしよし行こう。スマコちゃんも戦ってくれるんだよねもちろん。頑張れ。戦わないの？頑張る。もう戦う気ない。もういいよ俺一人で戦う。もう何なんだ。おーパチ君かっこいいよね。うわちょっと待って。めちゃくちゃ変なの撃ってきてるって。よしいたで弱かったよ。これで元の世界戻れるってことだよね。ああしょうがない戻るか。いやスマコちゃん権限じゃんそれ。はい、くしゃくしゃって。うわああ戻ってきた。戻ってきた。おお運命の赤い糸が見える。いや見えないのよ俺には。さっきからみんな言ってるけど。運命の王子様なんだ。いやいやもう違うってもう結局何だったのこのお見合い。もう今日は帰るよ。もうお見合い終了。はいさよならバイバイ。ああもうみんなお見合いで赤い糸が見えるとか言ってるけど。いやもう結局何にも変わってないんだけど。ああとんでも長かった。ああシエラ聞いてる？シエラ聞こえてる？おかえり。とんでもないお見合いだったよ。結局何も変わらないし、なんならいつもより大変だったよ。何言ってっかわかんないし。優勝者はスマコちゃんだね。このカップケーキめっちゃうめえもん。なんでシエルンが持ってんだカップケーキそれ。優勝とかないのよ。もうこのお見合いがとんでもないなひどいなって思ったらコメントでひどかったってコメントしてね。いやもういいよ俺結婚は。もう運命の相手とかいないからもう帰るよシエルン早く。でも早く帰って今日は休もうシエル。疲れたわ。おいしいよカップケーキいっぱいもらったらいる？いらないよカップケーキもう食べたよ。さて運命の赤い糸は誰につながってるんでしょうかね。コメント読みのコーナー。パチパチパチ。シエルが可愛いだって。ありがとう。また可愛いって言われちゃった。作文用紙今回は10枚ね。ちょっとやっぱ納得いかない。可愛いって言われてんの。作文用紙10枚待ってるね。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上フォローチャンネル登録よろしくお願いいたします。